い、皆様どうも、マフロです。はい、今日は、ラクジャンというゲームを、やってみようと思います。 PC ゲームですね、こちら。以前ね、PS2 か1かどっちかわかんないけど、プレステの方でね、このゲームやっておりました。このゲーム好きだったんですね。それの元祖というか、まあ元のゲームですね。プレステ2版の方は、もうちょっと、なんていうんですかね、いろいろ合成になってましたけども、元のゲームなので、ちょっと、古い感じのするゲームになっております。それでは行ってみましょうか。チゲーと麻雀を合わせた感じですかね。はい、役を揃えていく感じになります。ただしこういうゲームには珍しく、横に揃えないとダメという、縦はダメなんですよね。それがちょっと難易度が高いかも。これ順通ですね。7、8、9とか。これも順番に揃えないとダメなんですよね。8、7、9とかだったらダメなんですよね。とりあえず1面ずつ揃ったと。はい、ちなみに、バラバラでもね、同じ種類、マンズならマンズとか揃えれば一応消すことはできますね。役としては、役というかメンツにはなりませんが。まあとにかくね、横しかできないっていうのはちょっとやりにくいですな。ああ、ずれた。やっちまった。もうこれはシュンが来てくれないと。クソずれたな、この野郎。さっきパス止まってたのにな。今来るか。ずれたからいい。縦に置きたい。縦は全く意味がない。5、6、7にしたい。
で鍋で。はい、これでリーチになります。そしてリーチはなぜかパチンコ風という。積もれ、積もりたい。はい、こっからパチンコ風です。当たる確率ですみたいですね。 6% とか何て言うの。発展した。おお、なんか出てきたよ。おお、48まで上がった。ジョージ兄貴3丁脱いだ。お、63まで上がった。さあ来るのか。ダメかよ。ダメなんかよ。お、4メンツ、5メンツ残る。どういうこと。お、ほとんど残った。お、これ345いけんじゃない。よし、さあまた今度こそ当ててくれよ。サンディーズも。お、最初から40だ。発展しなきゃまず当たんないのパチンコと一緒でね、きっとね。おい。最初から高いとダメだな。一回ぐらいは当ててえな。3メンツの頃。消したい。あ、違う違う、もうこう、そう、そう言いたかったんだよ。よし、来い。か、発展すればいいんだよ、とりあえず。おい。いつ当たんのよ。積もらしてくれ。止まれ、止まれ。よし、
可能性も多いところ。数ピン来たよ。あ、数ぞ。さあ、来い。さあ、取ってる間に1回ぐらい当たってくれよ。あ、当たっちゃった。これで当たることもあるのかよ。ただリフも、お、ピンフが入っただけ。安いな。苦労した割には安いな。ナンバー突入。今回高確率って書いてあるけど本当かい？チャンスは。ああ、初どうしよう。初かリアンスはどっちかな。リアンスにかける。ああ、来ねえな、なんか。2。ヤンマ。Thank you.
これで倒れてくる。お、チーム来た。よし、あと1メンツ。あー、最後もうこれでいっちゃおうか。ちょっと役的には低くなっちゃうけど、当たらないとこのゲームは意味がないから。ローピンね。高確率なんでしょ。当たれよ。当たるんだぞ。さあ、発展を期待します。しかいないのかな。ジョージアネ。プレステの方はもっとね、いろいろなパターンがあったんですけどね。お、風呂敷で隠してる。あ、当たっちゃったよ。おいおいおい。33% で当たるのかよ。3ヤオぐらいしかねえんじゃねえ。あ、3ヤオついた。お、結構いった。ハネマンですね。3、これで、あ、積もったことになるのか。またでもこれ最初から大変だな。これいつ終わることになるの。まあ30分まではいるか。ああ、ずれた。結局ずれた。どうしたらいいのかわからない。ローマ来た。あと1メンツ。お、これは嬉しいぞ。2メンツ。あー、クソが。もう1個。あれがずれてくれればいけるけど、斜め来てくんねえかな、消すやつ。
チメンツ。どうせなら統一で欲しいな。これスワンコやん。そんな簡単に出るのかよ、ダブル役マンで64000。もう勝ちでしょこれ。まだ終わらないか。はい、まあね、スワンコも取ったから、まあこういうゲームだって分かってもらえればよかったかな。なあ、いいところで終わっときましょうかね。はい、それでは今回まあ多分今回だけだと思いますけど、終わっておきます。ご視聴ありがとうございました。もし次回があるならばよろしくお願いします。ではさようなら。